こんばんは。こんばんは。ただいま。おかえりなさい。あなた食事は？済ませた。そう。なんか飲む？そうだな、水割りを一杯もらおうかな。はい。あ、その前に風呂だな。お湯溜めてますからすぐ入れますよ。うん。何？なんだよ。なんか楽しいことでもあったの？楽しいこと？最近のあなたすごく張り切ってるでしょ。そうかな。8年前に戻ったみたい。みちるちゃんだっけ？あの子育ててた時みたいに。でもかわいそうなことしたわよね、あの子。これから会った時に殺されるなんて。もういいよ、そのことは。犯人まだ見つかってないなんて。もういいって言ってるだろ。今育ててる子もきっと何かある。殺されるかもしれない。バカなこと言うな。私が飼ってたのと同じ。それにこの部屋も私が住んでたアパートとそっくり。何もかもそっくり。偶然よ。それ以外に考えられないし。偶然なんてそんなことありえないでしょ。夢なら覚めてあなたに抱かれて愛され。夢なら。その歌どこで？秘密。秘密。あなた一体何なの？どうして私の名前を語って私とそっくりの暮らしをしてるのよ。私は浅川愛。でもあなたじゃない。あなたのように私には野心もないし欲もない。死んだ友達の歌を横取りするようなそんな悪い女の子じゃないわ。私は横取りしたんじゃないわ。あの歌は河合博美さんが
あなたに捧げた歌だったとでも言うつもり？あなたはひろみさんの歌を盗んだのよ。ひろみさんをビルから突き落として。あなたはあの歌が欲しかった。どうしても自分の歌にして歌いたかった。なのにひろみさんはそれを拒んだ。だからあなたは。やめて。聞きたくない。帰るの？心配しなくても大丈夫。このことは誰にも言わないから。でもね、でもあなたにあの歌は歌えない。絶対に歌えない。どういうことよ。それも秘密。なんだそのマスク。すみません。どうした？風邪です。なんだって？すみません。なんて声だよ。スタジオ入るまでには直しますから。今日は君の一番大事な日なんだぞ。そんな日に風邪ひくなんてたるんでるんだよ。涙を隠してあなたの顔見つめて。ダメだ。もう少しやらせてください。声の調子も少しずつ良くなってますから。無駄だ。今日は中止する。
あなたには歌えない。絶対に歌えない。どこほっつき歩いてたの？一人で泣いてたのか？いえ、泣いてなんかいません。今週中に風邪治しておけよ。それじゃあ録音。来週が最後の最後だ。あとはない。はい。あなたにあの歌は歌えない。歌わせない。浅香愛はこの私、私一人。すごくいい曲だった。そう、あなたが作った曲の中では最高。嬉しいわ。でもこの曲は私が歌う。当然でしょ。本気で恋をして駆け落ちまでして、それでやっとできた歌なんだから。この曲で私は歌手デビューするの。アイドルになるの。そう。コンビは解消ね。私が作った歌をあなたが歌う。そういうコンビは解消。これからは私一人。わかったわ。よくわかった。じゃあ待ちなさいよ。
ロミなんてね。本当は私そうしたいところなんだけどさ、でもさ私もうダメなんだよね。あなたに夢を託すしか道ないんだよね。どうして？死ぬのよ私。今ここで。不倫の歌作ろうと思ってさ、不倫ってどういうもんか分からなくて、それで駆け落ちまでして。なのにいつの間にか本当にあの人のことが好きになって、それで私。あなた何言ってるのよ。この歌はあなたが歌うの、私じゃなくて。あなたがそれで、あなたはアイドルになるの、私の代わりに。夢なら覚めてあなたに抱かれて愛され、夢ならいらないこの愛が本当なら、死んでよ、死んで。愛は奪うもの、奪って
その人を生きること、多分、うん、愛、その調子だ。お前をトップアイドルにしてみせる。Thank you.